よろしくお願いします。コイン中でコインだね。何これあの何あの真っ黒になってるかさ、ね、ちょっと暗いね。チカのレッツ深呼吸。はい、始まりました、火曜日、9月12日火曜日の6時を回ったところです。はい、まあ、いつものように、うん、FM ギノワンの屋上の、ビアガーデン B サイズからお届けしてますけど、まあ、ツイキャスでご覧になっている方は、ね、ちょっとあの今日はあの影みたいな感じだったんですけど、ね、全然ちょっと見えないかも画像が、はい、あのこんな感じであの今日はよろしくお願いします。はい、風が強い台風の影響で、ね、台風18号がね、うん、先島地方に接近中ということで、はい、まあ、本島への直撃はなさそうなんですけど、うん、ちょっとね、風が強くて、うん、ビーサーズさんもあの普段はまあ完全にオープンなんですけど、ビニールでね、ビニールハウス、まあ、なんちゅうの、ハウス栽培用のビニールで囲ってて、うんうん、周りを囲ってて、ね、全然ね、でもね、はい、全然入ってこないね、ね、うん、ただまあ、放送中マイク越しにあのビニールのバタバタっていう音が聞こえるかもしれないですけど、はい、まあ、風の影響はね、ここの中では感じないんで、うんうん、だからチークはもう本当はこの風だからスタジオだろうということでね。そうそうそう、今日スタジオ行ったら、え、上で準備してますよって言われて迷いなくスタジオ行ったんだけどね。この感じじゃもうずっとできそうだね、10月11月までも。まあ、そうですね、ね、うんうん、多分オーナーさんは年中無休でやるつもりでこの構いやったかもしれないんでちょっと困った顔してますけどね。もしかしたら、もしかするん でこの番組もずっとね、うん、冬も続けるかもしれないっていう。ああ、いいですけどね。まあ、先週ね、はい、放送100回目をね、うん、迎えまして、ね、今日が、まあ、101回目のね、はい、放送ってことで、うん、ちょうど100回いったら、まあ、2年ぐらいになるんだね、うんうんうん、2年前の10月6日から、放送スタートしまして、すごいな、ね、もう来月10月だからね、ね、おお、あっという間じゃない？いいね、そうだね、本当にびっくり、ね、うん、なんかしらやっぱこうやって続いていくんだろうね。そうですね、うん、こうやってチーカーも俺も年取っていくんだろうね。もうそれは言わんこ年の話はやめよ本気でまあ、二人とも独身なんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますあのツイキャスの皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、ね、ちょっと、PA のド変態のキャンさんも独身ですね。そうそうそうここもみんな独身族なんだよ。はい、わあ、このね、まあ、あの強風の中お届けするんですけど、はい、まあ、今日もね、うん、まあ、なんか先週あたりから北のね、あのきな臭い話とかいろいろあったんですけど、うん、9月9日がどうかなとか、うんうんうん、11日が危ないなとか、うんうん、って言ったのが、9日も過ぎ、11日も過ぎ、うん、ね、今日12日なんで、うん、無事、じゃあ次はね、いつかなっていう感じで、なんかね、ね、もう落ち着かないね、心配事は多いですけど、はい、まあ、今日もね、1時間よろしくお願いします。はい、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は、ビアガーデン B サイド、プレミアムウォーター、ワインバーセントマリノの提供でお送りいたします。
ゲストの皆さん、またシリーズの、ヌッチマースの高橋社長です。顔大きくない、はい、今日はこんな感じで、で、今日このビニールノートのバタバタもあるからマイクいつも以上に近くしないと、音がちょっと、またチーカーが、ね、もう社長話に夢中になったらだんだん離れていくから、せっかくいい話してるのに聞かさないといけないからいつも気にしてるからどうぞ、気づいてた気づいてた、せっかくいい話してる、今 CM なんだよ、曲入って次 CM、 あ、曲入って CM、だいたい CM もう1分だから、曲が3分だから、今日は人の話題は今日は何だった、今日はないでしょ、今日で終わりにしようかいろんないっぱいあるでしょ、私があることあるけどさ、はい、いろいろためになる、まあ、僕らが知らない、まあ、たくさんありますよ、はい、これでもそれ楽しみに聞いてる人もいるんで、明後日かしら、明後日もで、それで忙しいね、ヌチマースの長谷がね、ソフトクリームをメインで、もちろんヌチマースも降りてた。はい、ということで、今日もね、はい、レッツ深呼吸のゲストで、ヌッチマース株式会社ヌッチマースの高橋社長です。どうも、はい、ようこそ、月1回のね、ゲストで
ね、もういろんな話をね、うん、今まで聞かせてもらってますけど、はい、まあ、今日お話聞く前に僕ちょっと最近テレビで聞いたことをもう物理学者の社長なりの意見でいいんですけどちょっとお話聞きたいのがあって、うん、昔その恐竜の時あれなんて白亜紀っていうんですか恐竜とか鳥とかももう動物とかいろんなのが大きい時代があったじゃないですか。大きくなるっていうのはこの地球上の酸素濃度が濃かったから、うんうんうん、いろんなのが大きくなったって初めて聞いたんだけどその、うん、これ本当ですかね。地球上地球ができて、うんうん、いろんな今はこの酸素濃度っていうかね、はいはいはい、今僕らが生きてるこの、うん、あれで落ち着いてるらしいんだけど、うんうんうん、地球ができたもう 何十億年何億年とか感じでバーって来る間に、うん、だんだん地球上に酸素ができて酸素濃度が濃かった時代にほとんどのものが大きくなったっていうふうに聞いて、まあ、そういうふうな見方もあります、はい、これ OK、 OK よね。入ってますよね、はい、入ってなかった、OK ね今、はい、はい、まずですね、はい、海で誕生した生命が、はい、なんで陸でこんな繁栄してるか、うん、要するに海よりは陸が環境がいいからなんですね。いいから上がってきたんですよね。そう、海から。海の中では酸素というのは水その海の水に溶けてるだけしかない、うん、それをやられこして取ってるので、はい、微量しか酸素取れないんです、はい、そこが陸に上がったら、うん、空気の中にたくさん酸素あるから、うん、肺を作って、はい、たくさん酸素を吸って人間の活動に生命の活動に寄与したから陸上の生命が溢れてる、うん、そういう意味では酸素というのはそのエネルギーをそのどんどん使えるようになる材料であるんですよ、うん、だから酸素がその濃くなった時点最初はですね、はい、地球上の酸素がなかったんです。まあ、最初の頃はですよね。そう、もうなんかマグマとか。それは何でかというと、うん、酸素と他のものと化合しやすいんですよ、うん、だからどんどん他のものと化合してだから二酸化炭素になって酸素もなくなる、うん、酸素があったけど他のものと化合して酸素というものはなくなる、うん、でも、はい、その後に光合成をする植物が起こって、はいはい、発生して、はい、二酸化炭素から炭素を取って植物がですね、はい、炭素を自分の体の構成物質にして、はい、酸素をその大気中に出したんです、はあ、それからが酸素が増えてきた。でそれと酸素というのはエネルギーをたくさん持っているその分子だから、はい、それが多くなると生き物も大きくなると、うん、じゃあそれ間違いではないかもしれないですね。いやいや、その酸素だけでは大きくなれんけど、はい、また他の僕は他の要素がまたあると、うん、それはどういうことかというと、はい、要するに海で誕生した生命が陸に上がったのは、うん、酸素があったからであることは確かなんです、はい、ところがですね陸上に海の成分がなかったら、うん、すぐ海に戻らざるを得ないんですよ、うん、要するに海のミネラルがね、はいはい、ところが陸上にはですね植物と動物は1億年早く植物が陸に上がったんです、うん、ということは植物は地中に根を張って、うん、海の成分を吸って葉っぱ枝幹に蓄えていたんです。うん、そしたら動物はその葉っぱを食べれば、うん、海の水を飲んだ同じことと同じようなミネラルが取れた。ミネラルを取れてたんですね。だから本当は、はい、ミネラルが海と同じように取れて、うん、酸素があったからだと言いたい。なるほど。もうミネラルと酸素があって、うん、まあ、だって草しか草食の、ね、うんうん、恐竜もいて、うん、そうあんな草食べてあんなでかくなるわけがないってね思うし、うん、そうところが、うんうん、あの大きくなった理由は、うん、やっぱり草の中に海の成分があったから。ミネラルがミネラルね、そうミネラルがあったから。それで、うん、今の陸上動物で一番大きいのは
像で10トンですよ。で酸素も同じように吸ってる、うん、でも大きくならんのは何でかと、うん、草の中でミネラルがないからな、うんね、はい、で逆にクジラが海の中にいて、うん、哺乳類ですから、うん、肺呼吸してる、はい、だから海面に口を出して酸素を吸ってるわけです、うん、そしてミネラルをたっぷり吸ってる、だから200トンにまでなる、うん、恐竜より大きいんです。大きいですね、はい、うん、だから酸素とミネラルがあって初めて、うん、生き物の機能は発揮される、うんうん、じゃあ、酸素がいっぱいとか、じゃなくてやっぱりこのバランスもあるんですね。そうそうそう、酸素とミネラルのバランス、酸素だけではダメだと、うん、でも今の現代 の、 その、空気中の酸素濃度よりはもうやっぱり海のミネラルの方がより大事だと、大事なんですね。だから、うん、恐竜より大きい、恐竜より大きい、うん、象が、あ、クジラがいるわけですよ、うん、ね、でかいですもん ね、 ね、でクジラもそんなに、ね、餌いっぱい食べてるような感じしないけど、あんな大きいですから ね、 ね、はい、でですね、逆に言うと、はい、マグロはクジラみたいに大きくないじゃないですか、はい、それは酸素は、ミネラルは取ってるけど、はい、酸素吸ってないんですよ。あ、はいはい、だから大きくなれない。あ、なるほどね、はい、あ、分かりやすいですね、はい、クジラとマグロとゾウを比較すればの食生活を比較すれば、うん、生命にとって何が必要かと、うん、生命体にとってね、うん、それが分かると思います、ね、え、あのクジラもあれな、結構深いところまで潜るから、うんうんうん、なんかね、40分とか何十分に1回上がってきて、ね、うんうん、海面出てきて、うん、空気ってみたいな感じですよね、うんうん、まあ、その間にいろんな有効に使う進化をしてると思いますよ。おー、すごいですね。だからこの 3つの動物を考えた場合には、うん、やっぱり酸素があった時期、酸素とミネラルが豊富だった時期、うん、ミネラルだけが豊富、酸素が少ないとかいろんな場合が考えられるので、うん、よく納得いくかなと思いますけどね、うん、私は、うんうん、そうですよね、うん、まあ、本当にもうあの頃あんなにでかい恐竜とかもうでっかい鳥とかね、うん、あ、トンボもこんなでかかったんでしょ、ね、45メートルでした、ね、すごい、だからもうすべてでかいの、これはだから酸素濃度が濃かった、で地球上の動くエネルギーがあったという意味ですよ、うん、でも成長するエネルギーにはならんかったんで、うん、その酸素だけでは、うん、だからミネラルがあって食べ物が豊富だったという意味ですね、うん、全部が合致したのか。あの頃って恐竜がいた頃って、うん、人類いた、まだ いません、いない、哺乳類は恐竜が絶滅した後に出てきたんです。もし恐竜がいる時に人類、人間もあの頃いたら人間もでかくなってたんでしょうね。20メーターぐらいとか。人間も、もしいたとしたら、あの頃生きてたとしたら、いたとしたら、要するに食事的には栄養満点だったんでしょうね。うん、空気も濃いし、酸素も濃いし、うんうん、ね、うん、でかい、竹下さん。やばいね、巨人。20メーターぐらいの高橋社長が。だって、ドーンドーン。いや違う、あの時のシダ植物は、その木炭になった、石炭になった木を見てみると、30メートルか60メートルですよ。あの木の大きさがよ。うん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 。だからそんな風になるっていうのは地中にミネラルがあるから。あ、ですよね。だって木は酸素は必要としないから。光合成。光合成だから酸素を出す方だから、うん、酸素を吸って大きくなったんじゃないの、うん、木は地中からミネラルを吸って大きくなった、ね、うん、ああ、そういうことか、うん、うん、人生送りバントさんね、あ、メッセージありがとうございます。メッセージありがとうございます。ぬちますで塩焼きそば作ったってよ、社長。ぬちますで塩焼きそばを作りましたって。どこに書いてある？ここにメッセージ来てます。ああ、僕一番上見てたから、はい、社長お疲れ様です。はい、ありがとうございます。人生ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、そうか、よっての別れてくるんだ、うん、俺一番上だけ見てた。はい、
4回コメント入れてくれてますね。あ、そういう意味です。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、やっぱ風めっちゃ強いっすねって聞こえてるね。わかるんですね、うん、やっぱ、うん、結構うるさいのかな。いやだってあのさっきはポルターガイストみたいに椅子 椅子が寄ってきてからね。風で、はい、このぐらいやっぱり風がね強い。こう本当にあのスタジオでやるのと全然違ってね、やっぱライブ感があるし、うん、こっちはね、うん、あのまあ、僕もあの結構ハプニングが好きですけど、うん、社長とかもあのいろんな、ね、あの天候とかいろんなのでこのあのハプニングとかそういうのって好きですか。台風とかとあのあ何もなくない方がいいですか、平穏な方がいいですか。どんなハプニングかわからんからいいハプニングだったら OK よ。いや僕ここに10万円あるとか。あ、いやいやこんなのちょっとわからない、ね、よくわからないですけど、これはハプニングじゃないな、これは。いや、僕が中学校の時ですね、友達とキャンプやってたんですよ、うん、5人で、昔のあのマンザビーチ、あそこキャンプ場があったじゃないですか。わからん、あったんですよ。はい、でそこであの中学の時にキャンプやってて、で台風が近づいてきたんですよ。そしたらあの台風警報があるからもう皆さん避難しなさいとか、いろいろ言われてたんですけど、僕ら、まあ、そういうあのハプニングが好きなんで、おいいぞって、これ頑張って明日の朝もやるんだって仲間でこう一応頑張ってたんですよね。雨風こうやりながら、で溝も作って雨が入らないようにとかっていろいろ工夫しながらやってたら、あのやっぱ中学生なんで、あの親が迎えに来るんですよ、うんうん、一人一人、うん、もう危ないから避難しなさいって迎えに来たよってことで、うん、一人抜け、うん、二人抜けって感じで親が迎えに来て、うんうん、で最終的にはあの二人になったんですよ。僕ら二人でも頑張ろうねって言って頑張ってたんですよ、うんうん、したらだいたい夜中が近づいてきたら、あのふと二人気づいて、うん、僕らの親はあの僕たち心配してないのかなと思って、うんであの、うん、いやここにいること知ってんだけどなと思いながら、うん、あのまず電話してみたんですよ、うんうんうん、でボックスまで行って電話したら、ちょっと台風が近づいてきたの友達さんに親が迎えに来たんだけど、うん、あのいいのかなこっちにいてって言ったら、うん、あんたねこんなに明日二度とないよってことで、うん、いなさいここにっていい経験だよって言って、うん、ガチャ素晴らしい親だなと思った素晴らしい親だね本当に。いや、ね、すごいね、うちのお袋もあのフィリピンで生まれて、まあ、親はあのうちなんちですよ、フィリピンで生まれて本当にあの3歳から馬乗っていたりとか、あの川渡って親父を迎えに行ったりとかっていろんなもう野生なんですよ、野生的に育ったんですよね、うん、あの9歳まで8歳までですかね、フィリピンで育って、だからあのそのぐらいの、あの、ね、トラブルはあのいい経験だよ。そこにどうせホテルもあるんだしね、うん、そうもう、うん、あの朝まで頑張りなさい、逃げ込めるサイクルでも、そういざという時はそれであのそうだってよ、うちの親はっつって、じゃあしょうがない、もう残ろうか頑張ろうかっつってやってたら、もう本当に台風が激しくなってですね、雨風が、うん、もう最終的にはあの警察が来て撤収させられましたあのこれテントを畳んで避難するところにもう避難しておきなさいって言われて、まあ、残念でしたけどね、うん、あのまあそういうすごいね、まあ、そのキャンプだけじゃなくて、うんうん、いろんなこう、ね、あの屋外 の, このトラブルとかアウトドア関係 の, このトラブルとかもいくつかあるんだけど、うん、そういうのがあった時っていうのはあの記憶に残るさ、うんうん、思い出が、うんうん、何も平穏で何もなかったら、うん、あこんなことあったっけとか、うんうんうん、ね、記憶にも薄いっていうかね、うん、残らないから、ある意味そういうのあった方が僕はいいんじゃないかなと思うし、あの命の危険さえなければね、うんうんうん、まあ楽しいけどね、そういうあると思うわけよね今のことは、うん、だって警察が来た後は、うん、台風がどんなもんだったかわからんから、はい、こっちは何とも言いようがないけど、はい、警察とかも、うん、朝までいたら飛ばされてるという判断だったわけよねでしょうね、まあ、だから見て見ぬふりはできないから、あのもう避難させれたんですけどね。ああ、そうですか、はい、そうそう、沖縄まだ明るいですよ。あ、 TK さんありがとうございます、ね、ありがとうございます。 TK さんはどちらからなんですかね。沖縄まだあの明るいですよ。でもこの放送が終わる頃もうね、うん、だいぶ日が沈むようなあの季節になりましたけど、うん、県外はもうこの時間暗いのかな。いやもう暗いと思うよ。あ、そうなんだ、うん、へえ、
だってもうね、北海道とかはもう、うん、早いじゃん、うん、いや夜が明けるのも早いけどさ、うん、暗くなるのも早いし、うんうん、ね、はい、もちろん北に、はい、東になるからね、うんうんうん、いやまあね、沖縄はこう、まあ、今台風が先島の方に接近中なんですけど、はいはいはい、社長なんか今年全然沖縄直撃ないですよね。ないですね、台風が、はい、で伊江島では水不足ってことで大変な状況らしいですよ。そうですね、なんかもう植物も、うん、水かける水もないと、ないと、まあそうなんだ、うん、だから僕らじゃあ今ダムができて、はい、水不足っていう感じ感じなくなってるさ、うん、ですね、離島であるんだねそれがね、うん、まあ、大きいダムがないですから ね、繋がってないから、離島が作れんから、うん、びっくりしましたよ僕、伊江、はい、島のこの断水っていうか、ね、水不足がもう深刻になってるってニュースでやってたから、いやどっかまだにか他の離島でもこの茶炭になるような淡水化装置を作るとかいう話があったじゃない。ああはい、うん、それでちょっとこう稼働してるみたいですね、海水を移動式をね、はい、あ移動式を持ってる、移動式ね、はい、海水を真水に変える装置を、うん、動かしてるそうですね。うん、あ、はい、なんかニュースでやってましたね、うん、そういえばね、だからもう 僕らが知らないところでね、やっぱこういう水不足とかさ、うんうんうん、やっぱ台風が来ないと、まあ、え 雨、うん、雨ですか、結構降ってきた感じですね。おまたハプニングだぜ、本当にこう聞こえるかな、ですよ、雨音聞こえますかね、すごいなんか、ね、雨だね、ね、うん、わお、いいね、降ってきたね、なんかこのダジョウのせいかね、変態のキャン君は機材が濡れないか心配してるかもしれないですけどね、これ結構降ってるな、おおすごい、ね、今かなり雨がですね、音が多分入ってきてると思うんですよ、ね、聞こえるかな、ザーっていう感じ、ザーって、うん、まあ、これマイクちょっと近づけないとそうそうそう、放送的に放送事故になりそうな、大丈夫ですか、まあ、マイク近づけたら大丈夫みたいですね、うん、はい、好きな動物はヤモリです、人生送りバンドさん、なんかヤモリが好きみたいですねヤモリといえば、うん、沖縄 の、 この離島のところに、うん、あそこどこでしたかね、ハイムルブシリゾートじゃなくて星野リゾートがやってるリゾートありますよね、コテージみたいな、うん、あそこでは本当にもう自然をそのままにして、うんうん、部屋にはテレビがなかったり、うん、クーラーがなかったり、うん、自然の風で過ごしながら、うん、でそこになんかラミネートされたこのヤモリの絵のものがあって、うんうん、でそこに書いてるのは、うん、ヤモリというのはこの家を守るね、まあね、動物ですみたいな感じ書いてて、でチュッ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 うるさいかもしれないですけど、うん、ちゃんと説明があるのね、うん、もう大切なヤモリちゃんですから、うん、どうぞここを広く見守ってくださいとかね、うん、こうわざわざこう解説してるらしいんだよね、へえ、置かれてるって、うんうんうん、だからもう自然の中で、うん、この自然な贅沢を楽しんでくださいっていう中で、このヤモリ もう一緒なんだよと、うん、決して危害を加えるものじゃなくて、いい、ね、家を守るっていうヤモリなんだよということで、うん、こう解説されてるらしいんだよね、うん、それなんか SNS でアップしてるの見たんだけど、うんうん、なんかいいなと思ってね、うん、なんかいいですね、ああいうね、うん、それも含めて沖縄の観光わかる、はい、いや何が分かるかっていうと、はい、うん、